日本時間で1月17日の午前2時頃から YouTube の MTG 公式チャンネルで行われた配信と Twitch の MTG 公式配信ウィークリー MTG にて2月に発売予定のセットカルロフ邸殺人事件の情報公開が行われ、カルロフ邸殺人事件に登場するメカニズムや収録カードのプレビューおよび MTG 公式サイトでこれまで公開されてきたストーリーで描かれてきたラブニカ事件で発生している連続殺人事件の真相と真犯人など非常に興味深い情報が多数公開されました。今回の動画では公開された内容を整理しつつこれまで公開済みの情報を振り返り、そこに私の考察を交えていろいろとお話しする動画とさせていただきます。なお、この動画ではカルロフ邸殺人事件の舞台であるラブニカ事件にまつわる固有名詞等もバンバン使いますので、わからない単語等が出てきたら私が出しているラブニカについての解説動画を視聴されますと理解がスムーズかもしれません。またこの動画ではカルロフ邸殺人事件のストーリーで描かれた連続殺人事件の真犯人についても話しますので、ネタバレを見たくない方およびストーリーに興味のない方は概要欄の時間リンクをクリックしてスキップをお願いします。可能な限りわかりやすくお伝えしますのでどうかお付き合いいただけますと幸いです。それではどうぞ。まずはじめに YouTube で行われた公式配信で明かされた今回の連続殺人事件の真相と真犯人についてお話しします。その前に今回の事件をざっくり振り返っておきます。今回の連続殺人事件はラブニカにおける白黒のギルドオルゾフ組のギルドマスターであるテイ・サカルロフが主催したパーティーにおいて緑青のギルドシミック連合の前ギルドマスターゼガーナが殺害されたことから始まります。現行犯で逮捕されたのは青黒のギルドリミーア家所属の暗殺者レトラータでしたが、レトラータは他人を一時的に洗脳して操る効果を持つ花粉によって何者かに操られた状態で殺人をさせられたとのことで、レトラータ自身が犯人ではありません。レトラータを操っていた人物こそが真犯人です。これを受けてラブニカの名探偵アルキストプロフとは事件の調査を始めますが、ゼガーナに続いてオルゾフ組のギルドマスターであるテイ・サカルロフも殺害され、さらにギルドム所属の犯罪グループの親分クレンコがレトラータと同様に花粉で操られたラブニカ市民の襲撃を受け、クレンコの身代わりとなって青赤のギルドイゼット団所属の科学者カイロックスが殺害されてしまいました。その後探偵のプロフとは自身も襲撃されるなどしながらも入念に調査を続けた結果ついに真犯人を突き止めます。とまあここまでが17日の公式配信までで明らかにされていたストーリーの内容です。ここからが事件の真相です。プロフトによると今回の事件の真犯人は緑白のギルドセレズニア議事会のギルドマスターであるドライアドの3姉妹トロスターニの中の三女であるオーバだったとのことで、セレズニアの本拠地である大樹ビトゥーガジーのラブニカ全体に張り巡らされた根を使って花粉をまいていたとのこと。さらにセレズニア所属の人物トルシミールとその相棒ゴジャも共犯だったようで、私の考察ですがもしかするとセレズニア議事会全体が共犯だったという可能性もあると思っています。殺人の動機ですが、かつてラブニカとファイレクシアの戦争でセレズニアは壊滅的被害を受けたため、そのファイレクシアと内通していた人物やファイレクシアとの戦争で利益を得た人物に対して報復していたとのことです。そんなわけで公式配信によると殺人事件の犯人はセレズニアのトロスターニ3姉妹が1人オーバだったわけですが、犯人であることを暴露されたオーバがこの後どんな行動に出るかは不明です。それは今後のストーリーで描かれるでしょう。また殺人事件の犯人が明らかになった一方で未だ解明されていない謎もいくつかあり、例えば今回の事件に乗じて何か企んでいるクロアカのラクドス教団所属の女性ジュディスの企みの全貌も不明ですし、さらに何者かに襲撃されて混沌したプロフトの夢の中に現れたフードの男の正体も不明です。一体何ベレレンなんだ。真犯人が明らかになったとはいえまだまだストーリーは途中です。今後のストーリーからも目が離せませんね。さてストーリーについて話し終えたところで、次はカルロフ邸殺人事件で登場する6つのメカニズムについて話します。まず1つ、変装という名前だけは予告されていた新メカニズムの登場が正式にアナウンスされました。変装を持つカードは本来のコストでなく無色3マナを支払って裏向きの225宝持ちクリーチャーとして唱えることが可能、かつ
変装コストというコストを支払うことで表向きにすることができ、この際クリーチャーのサイズが表面のものに変わるのはもちろん、表向きになった際に誘発する能力もあったりします。それなりに長く MTG をやっている方はピンとくるでしょう。これはあの変異メカニズムのリメイクです。一つ前のセットで登場した発見もですが、昔のメカニズムをリメイクして出すのがウィザーズのマイブームなんですかね。さらに変装と関連した偽装というメカニズムも新登場します。偽装はクリーチャーに限定せず、ライブラリーや追放領域などにあるカードを裏向きに225を持ちクリーチャーとして戦場に出し、そのまま殴ったりブロックしたりでき、さらに表面がクリーチャーならそれを唱えるマナコストを支払い表向きにできるという能力です。こちらも過去のメカニズム4時のリメイクですね。4時と同様にファイレクシアンドレッドノートなどの強烈なデメリット着地誘発能力持ちを裏向きで出したり、他にも重量級クリーチャーを裏向きで出してブリンクで表向きにするなど悪いことがいろいろできそうで、今のスタンにはおあつらえ向きに祖先の残響アブエロというブリンク要因があります。コンボデッキの登場に期待しましょう。3つ目が手がかり。すでにスタンに存在するメカニズムなので、このメカニズム自体に特に言うことはないですが、特筆すべきなのは犯行現場というアーティファクトと近つ手がかりという革新的なカードが登場したことです。タップインですが無色マナと条件付きで5色マナが出せ、さらに中盤以降は2マナでドローに変えられる。このカードはモダン以下でおなじみのホライゾンランドに近い機能を持ちます。しかもアーティファクト土地ですので、アーティファクトの魂込め、ウルザの物語、神話持ちカードなど相性の良いカードはいくらでも存在します。リミテッドはもちろんのこと、モダンやレガシーの神話系デッキでも使われるかもしれませんね。4つ目が妖技。クリーチャーを妖技をかけられた状態にするカードが登場する模様です。妖技をかけられたクリーチャーは威迫を持ち、さらにブロックができないという状態になります。フレーバー的にちょっとよくわからないですが、回避能力付与とブロッカー排除の両方が行える面白いメカニズムで、効果だけを見ると赤とか黒っぽいですよね。赤と黒のカードに多く持たされる能力になるのでしょうか。基本的にはリミテッド専用という感じで、構築フォーマットではそんなに見ることはなさそうですが、よほど強力なカードが登場すればスタンダードあたりでなら見ることになるかもしれません。5つ目は証拠収集。あなたの墓地から指定されたマナ総量以上になるようにカードを追放するアクションであり、追加コストで任意で証拠収集しても良い。そうすると効果が強力になるというようなカードが登場するようです。登場するカード次第でスタンや下環境で墓地肥やしを積極的に行うドレッジ系デッキが台頭するかもしれません。最後となる6つ目はマーク・ローズウォーターさんから事前に予告のあった新エンチャントタイプ事件です。見ての通り英雄タンクラスなどと同じ縦に分割されたレイアウトです。これもウィザーズのマイブームですかね。事件は3つの能力を持ち、一番上の能力は戦場に出た時点から発揮されますが、3つ目の解明完了能力は2つ目の解明条件として示された条件を満たさないと効果が発揮されません。これまた縦長レイアウトをうまく活かした非常に面白いカードデザインだと感じます。公開されたカードを見る限り、無理に解明を狙わなくても一番上の能力だけでもなかなか優秀で面白いカードが多そうです。特に私が惹かれたのが研究所嵐の事件。1つ目と3つ目の能力はパイオニアでは特に輝きそうで、イゼット・フェニックスあたりがサイドボードから投入するとかありそうに感じます。以上6つがカルロフ帝殺人事件で登場するメカニズムです。手がかりについては奇質メカニズムですが、その他5つは全て新録で、どれもマーダーミステリーのフレーバーにぴったりの魅力的なものばかりで、実際にゲームで使う日がますます待ち遠しくなってしまいますね。MTG 公式の情報公開と同時にプレビューが行われたカードの中で、私が個人的に気になったものを紹介しますが、今回は本当に本当に魅力的なカードが多すぎて、多くのカードを紹介したいので、クリーチャー編とクリーチャー以外編に分けてお話しします。まずはクリーチャー編からです。まずはじめに紹介するのがこちら、犯罪小説家、プレビュー初日からとんでもないカードが公開されましたね。赤さんマナ1さんね。あなたがアーティファクトを探るたびにプラスカウンターを置きつつ赤マナ1点出します。これが出ていれば手がかりは実質1マナでのドローが可能ですし、宝物トークンや睡蓮の花びらからは1マナでなく2マナが出るようになってしまいます。他にもモダンにおけるソプターコンボは最高交渉強ウルザの代わりにこちらでも無限コンボ突入可能になり、その他
無限ループが可能な組み合わせがいくらでも思いつけそうです。モダンのソプターコンボやレガシーで暴れ回っているゴブリンデッキの新たなパーツになりそうです。次にシャープアイドルーキー緑2マナ22警戒で、これよりもパワーの大きいクリーチャーが出るたびにプラスカウンターを置いてさらに手がかりトークンを一つ生成します。かつてのラブニカ3部作で登場した生川収集家を彷彿とさせますが、手がかりトークンがついてくるのが強く、アグロの息切れ防止に一役買えそうな1枚です。下環境は苦しそうですが、スタンでは使われるかもしれません。もう1枚だけ、疑似界のアボボジャ、トークンの身の登場だったボジャがついにカード化されました。カード性能は、はいはい、統率者向けのカードですねという感じで、特にコメントはないのですが、色が緑白に赤が加わってラブニカらしからぬ3色になっている上に、これまでのボジャのイメージをぶち壊すがごとく、めちゃくちゃ悪人面になっています。これはもしかするとカルロフ邸殺人事件の今後のストーリー展開を暗示しているのかもしれませんね。先ほどは注目のクリーチャーカードを紹介しましたが、次はクリーチャー以外の注目カードを紹介します。まずはなんといってもこちら、カッパ英語版のノーモアライズという最高にかっこいいカード名を、全く原文の意図を反映しない訳のカード名で訳したことに非常にがっかりさせられましたが、効果は非常に強力です。白青2マナで3マナ要求の不確定カウンター、しかも打ち消したカードを追放するおまけまでついてきます。強力すぎてスタン再録不可能と言われるマナ漏出以来の2マナで3マナを要求する不確定カウンター、強くないわけがありません。スタンやパイオニアでは定番の1枚に間違いなくなることでしょう。そして次にカルロフ邸殺人事件に10種類収録されることが確定したレアの2色土地のサイクルですが、確定タップインではありますが、着地時に諜報位置が誘発します。しかもなんと基本土地タイプがついています。このカードの登場によりパイオニアで軍備放棄のために入れられていたバトルランドは名実ともにその役目をこれら諜報ランドに譲ることでしょう。本当に強い土地が出てきましたね。そしてもう1枚だけ、先導者の号令は赤白3マナエンチャントで、全てのクリーチャーにプラス修正を与える上、クリーチャーが着地するたびに対戦相手に1点火力が飛びます。スタンでは婚礼の発表と併用して使われることになるでしょうし、パイオニアでもクリーチャーが横並びしやすいボロス召集あたりにもしかしたら入るかもしれませんね。他にも6年ぶりの再録となった暗殺者の戦利品やケースオブザスタッシュドスケルトン、英語版のカード名が私も大好きな推理小説の名作ロンググッドバイからの引用である長い別れなど、魅力的なカードが今度のセットにはこれでもかとばかりに収録されるようです。カルロフ邸殺人事件、本当にすごいセットになるという確信がますます強まりました。発売が楽しみです。最後に日本のどこのまとめ情報にも載っていない内容です。ウィザーズ公式配信のウィークリー MTG でウィザーズ社員の方がこぼれ話的に語っていたお話について少しだけお話しします。カルロフ邸殺人事件はマーダーミステリーがモチーフであるカードセットでありながら、マーダーミステリーに欠かせないとあるアイテムが登場しないとのことでした。それはズバリ銃です。現実世界でのアメリカなどでの情勢を鑑み、マーダーミステリーに欠かせない要素でありながら銃を扱ったカードは出せないとのこと。アメリカは銃による犯罪が多発している地域ですので、まあこれは致し方ないですよね。でもだったらナイフや鈍器での殺人描写はいいんかいというツッコミもまああるにはありますが、そしてこの話を聞いて私が心配になったのが、カルロフ邸殺人事件の次に発売予定のセットであるアメリカ西部開拓時代をモチーフとしたセット、サンダージャンクションの無法者のことについてです。西部劇といえばやっぱりピストルを使っての銃撃戦ですよね。 MTG で銃をカードに出せないというのなら、西部劇のフレーバーを銃なしでどう演出するのかなという一抹の不安がありますね。以上、1月17日のウィザーズ公式配信で行われたカルロフ邸殺人事件の情報公開にまつわるお話でした。カルロフ邸殺人事件はここ最近のセットでは正直いまいちであることが多かったストーリーも非常に面白く、それに比例して収録カードにも非常に魅力的なものにあふれた最高のセットになるという確信が持てました。2月2日から始まるプレリリースでカルロフ邸殺人事件のカードで実際に遊べる日が一層待ち遠しいです。皆様はカルロフ邸殺人事件現時点でどのような展望を抱いておりますでしょうか。コメント欄でお聞かせください。このチャンネルでは
ハルロフ邸殺人事件の新たな情報が公開されるたびに、都度それについての動画を出していこうと思っています。興味がありましたらチャンネル登録をしていただいて、次の動画の投稿をお待ちいただけますと嬉しいです。今回の動画は以上です。長い動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。